松平成津は、江戸時代後期の大名。武蔵国川越藩四代藩主。神は、十四以上、左近江少将。直木家越前松平家八代。二代藩主、松平忠久氏の四、男として誕生。兄で、先代藩主の直春が二十二歳で死去したため家督を、次、十一大将軍、徳川家成から返記を受けて、 のり天から成りつねと解明した。直お系け前松平家は旅重なる天候により、釈材が23万6千余両も累積しており、その利息と返済のための新規借り入れが年々4万両に、上るという状況になっていた。現在でも、名君として称えられる、成りつねの反省は、この借罪との戦いの連続であった。成りつねは、川越藩を継ぐと、 農村復興を中核とする財政再建に直ちに取りかかった。永続頼も志向の初行基金、水害対策なりつねは、川越から経済の内容が良い領地に転校することで、この債務を強引に整理することを画策し、大御所、徳川家成周辺に多額の工作資金を費やして、国替えを働きかけた。家成の十五男の木五郎を養子として迎えたのも、 その布石と言われている。はじめなりつねは、老中主座の水野忠明に、針馬姫路への転覆を願ったが、工作の途中で、忠明が救世したため、その願いが果たせずにいた。ついで、家なりの小川御用取次の水野忠厚や木五郎の、聖母一等の方を通じて、大奥にも格作し、商業が境肥沃な省内平野を持つ省内十四万八千国への、 天保の幕名を出させることに成功した。庄内藩主、堺忠式は、越後長岡藩へ、越後長岡藩主、牧野忠正は、川越藩へ天保されることになった。しかし、堺家を慕う庄内農民が猛反発し、反対豪祖で天保が滞るうちに、家なり、最小が相次いで死去したため、幕名撤回という前代未聞の結末となり、天保は中止された。 海岸年、川越城、本丸五殿を建設した。これは16棟1025坪の規模を持っていたと言われており、今日に残る川越城唯一の遺構で、全国的にも貴重である。明治維新後、大部分は破却され、現存しているのは、玄関部分と一区復元された、過労ー詰所のみである。成りは、反省改革に並行して、家臣たちの教育にも力を注ぎ、 藩行、広島湯導を文政八年へと判定に、文政十年には川越町内西大手門北側にも開港し、藩医安岡礼南を教授職に迎え、大敗した藩寄風の引き締めと犯罪性進行を図った。天保十五年には花草広志に命じて、第三洋の日本外史を肯定し出版させた。これは川越版と称されて、その藩囲も、 松平家に保管され、歴史的価値も高かったが、昭和20年の空襲で松平邸の所蔵庫が炎上し、他の宝物と共に失われた。ありがとうございます。